英雄 J でございます。ワルドルフの旧キーボードバージョンですけど、まあ、すごい音しますね、これはね。まあ、アナログとウェーブテーブルのハイブリッド、こんな形ですけど、もういろんな音が鳴りますね。ここ見てください。オシレーターが3系統いるんだよね。3系統。で、ミキサーがあるけど、じゃあちょっとオシレーターの1だけにしてみるか。ね。2、3。これ全部入れて。まあ、すごい音ですよ。このね、ロサンゼルス2019、これすごいよ。これだけです。リバーブがこういい音だわ、はい、このアルペジエーターが、聞いてますね。これね、ウォルドルフって言ったらこういうダークなキー、あのシンセパート。ボタンで、もう最高にいい音だね、これ。アルペジエーターでいいです。フィルターね。エンベロープジェネレーターね、ここでね、リアルタイムに変えると。
くないよとだ。アフターダッチで。素晴らしい。見るとこのこのねオルトあのウェーブテーブルの、が選ばれてるね。当然ここでもういろいろされますで、これしかもモジュレーションホイールで今こう私がこうやったことをリアルタイムでできるよね。素晴らしい。ここでルーティンのね、この、を変えられるんだよね。こっからこっちみたいなね。ジャーマンな感じの音、いいぞね。もうアルペジエーターがオンパレード。ちなみにこれはね、32ボイスに拡張されてますから、普通は16なんだけど、だからこの、もう音切れしませんね、すごい。Thank you.
サウンドトラックで使えそうだ。素晴らしい。でね、このマルチボードにすると、全部で4つの今の、ね、プリセットを同時に使うことができる。ちょっとプレススタートストップってついてるんで、ここにね、スタートストップボタンでやってみましょうか。あ、なるほど。またキックの音と、ベースの音と、あのね、メロの音と、ストリングス、4つ出てますね。なるほど、こういうことできるわけですよ。組み合わせがこう、おーすごいね。うん、いい。ようなマルチモードで使うこともできるというね、マルチボタンですね。うん、すごいじゃないですか。ウォルドルフの旧キーボードバージョン。これね、何気にこの歴史のあるウォルドルフのキーボードバージョンですけど、もうこれはもうすぐに使える即戦力という感じで、今は聞いてもかっこいいよね、やっぱね。という感じで、ウォルドルフの旧キーボードバージョンでした。We'll be right back.